か直立で童貞っぽい感じとか演出する。そうですね、あのちゃんと俺ちょっと斜めでカッコつけました。ちょっとそうじゃない、そうじゃない、動画撮ってる、動画動画もういきますよ。僕がテンガス、はい、いただきます。さあ、鍵で何かさ、命の胸にさ、ゼリーって書いてあるから。結構の、あ、ダメですね、これこれダメですね。あ、もうちょっとこう見えた方がいい、ね、やっぱ もうちょいですかね、なんかピタッと並ばないとダメですね。そうですね、ピタッと真正面でみんなでこう、はい、こう、なんていうんですか、ピタッとちょっとちょっともうちょっと真っ直ぐ見えた。はい、バッチリです。はい、行きます。健康に悪いこと言えるか。はい、OK です。おはようございます。アイドルになったみたいな撮影会。あー、これはいいですね。あ、俺その写メ持ってるよ。ゲームオーバー。これはいいんじゃないですか。あ、いいね、あ、いいね。これ全くサバゲの要素ないですけど。ないね。もうちょいサバゲ要素出したの一回撮ります。全身撮ればサバゲ要素が出るんだよ。あー、まあそうですね、銃あるし、うん、サバゲ要素ゼロは良くない、ね、銃とか構えればいいですか。銃とか構えればいい、銃とか構えればいい、ただの変態だからね、手が上げてここに構えればいいんじゃないですか。ちょっと銃取ってきます。いい、面白いんだ。これあれでしょ、バカじゃない、あれでしょ、見え張るとこうなるからね。本当に上げていいの。本当にあげるよ。とりあえずこれでつぶやきたいんですけど。つぶやきは OK。 変だから、つぶやきは OK。 使い方が違う。これ、日本の特売会の時に、あ、あの人たちだって言われる可能性がある。やべえ。すいません、お待たせしました。他にお願いします。危ない、危ない、20万円ぐらいするの危ない。危ないね、それね。ちょっと前かがみぐらい。あ、いいっすね。ちょっとへっぴり腰ぐらいの感じで。ダメだ。ちょっと気持ちいいかもしれない。宮口さん。宮口さん、やばい。やべえ、もう。あ、おかしい。ちょっとね、俺のでも撮ってもらっていいっすか。これやばい。内股ぐらいがやばい。これやばい。